スタバがこっそり新作出してた。みんなこのマンゴートロピカルクリームフラペチーノもう飲んだ？これ告知なしで急に出てきたスタバの新作なんやけど、いつも販売してるマンゴーパッションティーフラペチーノとはまた違って、マンゴー、パイナップル、パッションフルーツ、オレンジとかのフルーツジュースベースとミルクで作られてるから、いつも販売してるマンゴーに比べてめちゃめちゃクリーミーなんが特徴やね。飲んでみた正直な感想は、舌の上にホイップとはまた違うミルクかなんかの独特なクリーム感が残るような、それがちょっと自分は好みじゃないかも。味自体は自分がよくやるこのマンゴーのカスタムに似てて、もしこの新作をカスタムするってなったら無脂肪ミルクにしたりホイップなしにすんのがいいかなと思ったけど、それやったらこのマンゴーカスタムでええやんってなった。サイズはトールサイズのみの1杯347キロカロリー、フラペチーノやからアイスのみで、店内価格は680円、持ち帰りは667円。いつまであるんかはごめんわからんねんけど、気になる人は早めに飲んでみて、飲んだ人はこのドリンクどうやったか感想教えて。